第七師団で待ってるすけな。ではどうすれば兵士たちは八方寸振りではのうて敵兵を殺してくれんだろうか。以前殺人への抵抗を飛び越えられる人間について考えさせられた出来事があったんですって。それがずっと引っかかっていたんですろも。日清戦争を経て答えを見つけた気がすんですって。兵士の攻撃性を引き出す原動力と難問は敵兵への憎しみではなく恐怖でもなく政治思想の違いでもねえ。それは何ら？アイランです。しかしそれは罪悪感との戦いにもなるんですって。どんげに部下との愛を育み、どんげな汚れ仕事でも従う兵士を作れっか。それが指揮官の課題なんです。ただ中には生まれながらにして兵士の門もいますがね。攻撃性が強えく忠実で後悔や自責の念を感じねで人を殺せる兵士、軍隊には彼らのような兵士が切実に必要なんです。この連続殺人犯物取りじゃありませんね。そりゃ貧民窟の娼婦は金も物も持ってねえからな。殺しのための殺しですよ。こいつは間違いなく殺害現場に戻ってくる。何度も戻り自分の殺しを妄想して自慰行為をするような変態に違いない。僕には分かるんです。